決められた時間までエッグの子を守る。それが最優先だ。私たちの最大の目的はワンダーエッグプライオリティ。ねえ、もっともっと守ったら小糸ちゃんは生き返るの？私と友達になって。私のせいだ。私が裏切ったから。妹は私を刺した。そして逃げて、忘れようとすると呪いのように傷跡が薄く。美人は財布持つ必要ない。忘れたくても忘れられない。こんなの知恵美じゃない。割と多いもんだね、君と同じ。愛してるなんて。私は怖くて突き放してしまった。何あれ、知ってるでしょ。見て見ぬふりよ。私は変わるんだ。私、学校行きます。抱きしめた日、風のように。愛の先生が好き。コンプレックスを持つ必要はないよ。とても魅力的な瞳だからね。ママたち、お付き合いしようかと思うんだけど。これはとても貴重なものなんだ。私も心のどこかで恨んでいたんだ。友達なのにどうして相談してくれなかったのかって。どうして。燃えてる。